こんにちは、ドラマーの黒田和義です。今回はオルタネートという手順でシンコペーションブックベーシックをやっていきます。オルタネートというのは交互に叩く手順のことを言います。なので3連符を右から始めて交互に叩きます。1拍だと手順が逆転してしまうため2拍で6の偶数にして覚えていきます。まずはボキャブラリーを見てみましょう。前回と同様、音符の発音するアタックの位置にアクセントをつけて、あとは交互の手順で3連符を埋めていきます。前回の3ストロークは基本手順と同じ手でアクセントがつけれましたが、この手順だと逆転しますので、慣れるまで結構大変かもしれません。頑張って練習しましょう。短いパルスでインプットしておく方が体が覚えやすいです。だらだらと長いフレーズをやるのではなく、短いのがしっかりできてからフレーズを伸ばしていくというのが早く上手くなるコツになります。4番はアップストローク、ダウンストロークをしっかり考えてやらないとうまくできないです。ゆっくりから練習しましょう。アクセントストロークは多くの人が動画を作っていますので、それを参照してみてくださいね。後半ですね。同じく全部オルタネートなので、アクセントの位置に気をつけるだけです。タイの説明は前回しましたので、ダッシュのある音符はその数字の音符と同じように考えて練習してもらえば大丈夫です。それでは一つずつゆっくりボキャブラリーをやっていきましょう。それではこれらのボキャブラリーをエクササイズの音符にはめ込んで練習してみましょう。前回同様、スロー、ミディアム、ファーストの3種類のテンポでやっています。We'll be right back.
今回は以上となります。次回はボリューム2の譜面を同じように読んでいきます。チャンネル登録の方お願いします。詳細欄のページではこの譜面の PDF がダウンロードできますのでご活用ください。私のホームページのメールマガジンでは具体的な曲での解説が送られてきます。無料ですのでぜひ登録してみてください。それではありがとうございました。